皆さんこんにちは、ゆくわ TV の雨宮相馬でございます。まあもうすぐですね、6号機という新ジャンルが登場するわけですが、その中でですね、5号機というのがですね、一応もうまあ今一応今のところまだ 5.9 号機という銘打ってリリースされる機種も控えております。何機種か、何十機種なのかな、ちょっと分かんないですけども控えております。で、まあそういった中でもですね、やはり自分が一番お世話になった機種というのは、やっぱりジャグラーシリーズは切っても切れないのじゃないかと思っております。で、4号機自体も一応そのジャグラーシリーズはございまして、で、まあ5号機になってからは、一応アイムジャグラーシリーズという形でスタートしております。で、まあ、5号機になってからそのジャグラーというのはですね、アイムジャグラー EX、うん、で、アイムジャグラー7、まあこれ地域によって、まあ、設置しているところ設置していないところがあったかな、うん、で、ジャンキージャグラー、はい、で、ラブリージャグラー、まあ大体この4機種からが、まあ、一応そのジャグラー5号機時代が始まったなと言っても過言ではないかと思います。はい。で、まあその後になるんですけども、まあ僕がね結構好きだった、ひっそりとね、蛍光色で光るジャグラー、クラシックジャグラーだったりですね、まあその後ねミラクルジャグラーだったり、まあいろんなジャグラーが登場してきました。で、その中で僕が多分一番好きだったジャグラーシリーズってマイジャグラーなんです。はい。で、マイジャグラーの一番初期という、まあ、一番最初ですねにリリースされたのが、2010年で、その2年後になるんですけども、マイジャグラー2が登場いたします。で、マイジャグラー2から、3年後に、マイジャグラー3、2015年に登場いたしまして、で、これからまた3年後、ちょうど今今年2018年ですね、マイジャグラー4というのがつい最近、導入されました。はい。で、まあ、その中でも多分一番自分が一番触ったであろう、そして一番、度肝を抜かれたであろうその瞬間というのはマイジャグラー2でやってきます。はい。で、今回ですね、私はですね、多分そのマイジャグラーの中で一番触ったであろうという機種、マイジャグラー2をですね、に向けたありがとうというですね、言葉をですね、込めてですね、この動画を撮っております。うん、やっぱりマイジャグラーはですね、本当にまあ、竹ちゃんなんかもね、結構実践しておりますが、多分そのジャグラーの真髄、ジャグラーが好きな人って本当にマイジャグラーの登場にはいろんな意味でびっくりさせられたんじゃないかなと思います。まあ、もちろんいろんな多彩なね、ランプの光り方だったり、いろんな色だったり、まあそれがプレミアとして、ビッグ確定というですねフラグがですね立っていたと、まあ、そういった部分って本当にねプレイヤーにしたらすごく嬉しい演出なのじゃないかなと思います。はい。で、まあそのマイジャグラー2をですね、ちょっとまあどんな機種だったのか、まあもちろん皆さん当たり前のように分かってるとは思うんですが、一応ですね動画も用意しておりますので、そちらの方をまずご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで、ご覧いただきましたのがマイジャグラー2でございます。はい、こういった形で、撤去もね、一応その撤去はもうされたんですよ。で、みなし機というね、一応設定がありまして、そのみなし機というのは、例えばその検定がね切れるギリギリで、通した3年間はまだホールの方で一応活動はできますと。その代わり、修理などはできないという条件の下でホールの方で稼働が OK という状況でございます。はい、ですので、一応まだ多分そういった意味ではマイジャグラー2として一応そのまだ活動はされているとは思います。何店舗かでしょうけど、実際自分のマイホにもまだございます。ただ現役稼働としてはこれが最後ということで、その役目を終えたという一つのね時代を終えたという意味では、やっぱりね、本当に心からありがたかったなと、いい機種に巡り合えたなと僕はそう思っております。北電子さんありがとうございました。といったわけで、今回特別編ということで、マイジャグラー2をピックアップした動画を撮らせていただきました。以上、ゆくわ TV の雨宮相馬でした。それではまた、ありがとうございました。番組のご視聴、最後までありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。